まもなくその試合は再開いたします。琉球ガイデンライオンズのキックオフで試合再開となります。このキックオフは外へ出ました。これによる反則となっています。キックオフはボールを外へ出してはいけません。外へ出した場合はリターンチームは出た地点から5ヤード進んだ地点からの攻撃を選ぶか、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードの罰則となります自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択することができます。キックのアウトオブバウンス、ホワイト5ヤードバッターしてリキックします。愛知は5ヤード下げてキックオフをやり直すリキックを選択しました。さあ琉球自陣30ヤードの地点に下げられてのキックオフやり直しです。さあショートチープキックにしました。これをしかしリターナー17番見事なステップワークで右オープン駆け上がりハーフウェイ付近からの攻撃としました。チープキックはビッグリターンを避けるための短いキックです。琉球はこれにより大きなリターンを避けたいという判断でしたが、しかし結果的に愛知の見事なステップ17番のステップワークによりハーフウェイ付近からの攻撃の上手となります。愛知自陣47ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー86番にパスを通しまして約7ヤードのゲインとしています。パスを通じましたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。取りましたワイドレシーバー86番は山田、滋賀大学出身です。愛知相手陣46ヤードに入りましてのセカンドダウン3。あ、失礼しました、タイムアウトの訂正を誤っておりました。ご指摘ありがとうございます。ランニングバック30番ボールを託され展開しようとしましたがプレッシャーから大きく浮かい、あわやビッグロスを生むかもしれないというしかし状況を見事なステップワークで前進し攻撃権更新としました。愛知ファーストダウン、見事なステップワーク見せました。愛知ゴールデンウィングス30番は近藤、愛知大学出身のプレイヤーです。愛知結果的に相手陣34ヤードからのファーストダウン10。パス成功。パスだ。クォーターバック7番ここでパスプレー、ワイドレシーバー8番これをジャンピングキャッチし攻撃権更新ファーストダウン。見事なパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー8番ビリー・フィリット、タイオンステートユニバーシティ出身のプレイヤーです。さあ勢いづいてきました。愛知ゴールデンウィングス相手陣20ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。カメラ有視になりまして失礼いたしました。クォーターバック7番プレイアクションからパスを投じようとしましたがプレッシャーから大きく迂回しパスを投げ捨てました。
この辺りの老快さが長浜の魅力の一つでもあります。ガルボ様、ご指摘ありがとうございました。先ほど訂正させていただきました。さあ、愛知自陣、失礼しました、相手陣20ヤードからのセカンドダウン10。さあ、ここでランプレーを展開します。キャリア30番に託し、中央突破を図りゲインをしようとしましたが、しかしこれは琉球のディフェンス集まりよく2ヤードのゲインにとどめています。キャリア30番は近藤、愛知大学出身。琉球、失礼、愛知相手陣18ヤードからサードダウン8。パス不成功。クォーターバック7番、ここで右サイドラインに走りました。86番へのパスでしたが、このパスはわずかにオーバースローとなり、パス不成功に終わっています。愛知攻撃に1つ喪失し、フォースダウンに入ります。愛知フィールドゴールトライ、キックレングス35ヤードのフィールドゴールに挑みます。キック成功、3点追加。愛知ゴールデンウィングスキッカーモーリー、ここでフィールドゴールを決めました。したがって愛知ゴールデンウィングス15点、琉球ガーディアンライオンズ0点となりました。まず後半の最初の得点を挙げたのは愛知ゴールデンウィングスとなりました。得点はフィールドゴールによる3点、しかしこれにより2タッチダウン差のリードとなりました。琉球、その返しとなりますこの攻撃をタッチダウンとすることができるでしょうか。試合は愛知のキックオフで試合再開となります。琉球リターン入り、しかしこれは愛知カバーがよく、自陣25ヤード付近でボールデッドとされました。攻撃権は琉球に移っております。琉球自陣24ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央のランプレーで突破を図る。しかしこれは愛知のディフェンス99番のが壁のようについたてとなり、このランプレーによる突破を阻みました。ノーゲインです。レフリンタイムタウンと負傷者のためのタウンです。見事スクリーメージライン最前線を守りました愛知ゴールデンウィングスのディフェンスライン99番は近藤、南山大学出身のプレイヤーです。
さあ試合再開となります。琉球セカンドダウン10の状況に挑みます。ボールオンは自陣24ヤード。パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー11番にパス。11番、これを取りましてからキャッチアンドランで攻撃権更新です。ファーストダウン。見事なステップワークで攻撃権更新としました。琉球ガーデンライオンズの11番は富木、近畿大学出身。さあ今度は中央へのランプへ。キャリア10番ダイレクトスナップを受けまして約4ヤードのゲインとしています。琉球ガーディアンライオンズ10番は5夜、琉球大学出身、九州学生、現在はディビジョン2にありますこのチームですが、しかしアメリカンフットボーラーとしてこの XE の舞台で活躍しております。さあ琉球セカンドダウン6、ボールオン自陣34ヤード。パス成功。ファースター。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー14番にパスを通しまして攻撃権更新。ファースター。パスを取りましたワイドレシーバー14番は鎖焼、大阪工業大学出身。さあ琉球自陣45ヤードまで前進してのファーストダウン10、ここでホイッスル。レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウトを取ります。これでウォーターブレイクが入ります。アヤエドワーズ様、応援メッセージありがとうございます。ニックネームビラキ様と呼ぶんですね。見事なキャッチを見せたと思います。これにより攻撃は継続となっています。現在画面上ではかなり明るい形で映っておりますが、肉眼では現在選手のナンバーが確認しにくい状況になっております。この点ナンバーの言い誤りおよび名称の表現が誤っている場合がありますので、皆様ご了承の方をお願いしたいと思います。現在試合は愛知ゴールデンウィングスが15点、琉球ガーディアンライオンズ0点という形で得点は推移しております。愛知が結果的に細かな点を積み重ね2タッチダウン以上のリードを奪っている状況。琉球はこの第3クォーターでそれを1本でも返したいという状況にあり、その琉球の攻撃に注目を集めます。さあ試合再開となります。琉球ガーディアンライオンズ自陣45ヤードからファーストダウン10。ここでランプレーを展開しようとしましたが、この時にランニングバックがボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは愛知99番、したがって攻守交代です。ターンオーバー。見事このチャンスをものにしました愛知ゴールデンウィングスディフェンスライン99番は近藤、南山大学出身です。さあチャンスをものにしました愛知ゴールデンウィングス、相手陣42ヤードからのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー4番にパスを通しまして約7ヤードのゲインです。投じましたクォーターバックの7番は長浜
大阪市立大学出身、取りましたワイドレシーバー4番は高橋、岡山理科大学出身です。岡山理科大学は私の母校姫路独協大学のライバルでもありました。愛知セカンドダウン3、ここは琉球ナイスディフェンス。愛知ここは中央突破のランによって打開しようとしましたが、琉球ディフェンスライン70番が見事なチャージをし約1ヤードロス。見事なロスタックルを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ70番の高橋。明星大学出身のプレイヤーです。さあ試合再開となります。愛知相手陣35ヤードからのサーダン4に挑みます。琉球この危機を脱することできるでしょうか。パス不成功。愛知ここをパスプレーで突破しようとしましたが、ここでレシーバーがスリップしました。パス不成功によりフォースダウンとなります。ここでクロック調整をさせていただきます。配置フォースダウン4、パントフォーメーションを選択しました。ボールオンは相手陣35ヤードの地点です。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで愛知交代班の反則がありました。フィールド内に12人いました。アメリカンフットボールはベンチの人数には制限はありません。しかしフィールドの中は11人以下でなければいけません。フィールドの中に12人いた場合には反則となりまして5ヤード抜体となります。愛知5ヤード下がりましてフォースダウン9、パントフォーメーションを選択しています。ボールオンは相手陣40ヤード。ナイスパン。パンター2番モーリー、ここで絶妙のタッチによるパントを蹴り込み、琉球陣10ヤード付近でボールデッドとしました。先ほど反則により下げられた形になりましたが、結果的にキックレングスを確保することによって絶妙のパントを得られたようです。鮮やかなパントにより愛知琉球を相手陣に押し込む形に成功しました。レフェリーさんの後、アーチゴールデンイーグルス、番号の変更です。47番を74番にユニフォームの番号を変えています。はい、ここで番号変更が入ります。47番、45番が74です。45番が74番に変えています。失礼しました。45番の山田選手が背番号変更となりまして、74番に変更となります。オフェンスラインマンの補充のため番号変更したと思われます。さあレフェリータイムアウトを解きます。琉球の攻撃に合わせて琉球自陣13ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー3番へのパスでしたが、
このパスはタイミング合いませんでした。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。琉球自陣13ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック7番再びパスプレー。今度はターゲット11倍のロングパスでした。しかしプレッシャーからパスがショートしパス不成功に終わっています。琉球2つのパス失敗によりサードダウン10の状況となります。琉球ガーディアンライオンズ自陣13ヤードからサードダウン10。パス不成功。クォーターバック7番ここであえてパスプレーを見たび続けました。ターゲットは3番。しかし愛知のディフェンスカバーがありパス不成功に終わっています。琉球自陣13ヤードからフォースダウン10の状況に入ります。琉球パントフォーメーションを取りました。ここでホイッスル。琉球ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。失礼しました。タイムアウトのダウンゲージを間違えましたが琉球のタイムアウトです。琉球後半1回目のタイムアウトです。琉球は現状の状況を打開しようとパス攻撃にその活路を見出そうとしましたが残念ながらそのパス攻撃は成功しておりません。3回のパスが失敗した形になりフォースダウン10の状況に至っています。さあ琉球後半1回目のタイムアウトを解けまして試合再開です。フォースダウン10パントフォーメーションを引きました。パントブロック勝ちだ。ここで琉球はパントを選択しましたがこのパントを愛知がパントブロック。エンドゾーンに転がりましたボールを愛知93番が抑えました。エンドゾーンの中で抑えたことによりファンブルリカバータッチダウンと同じ形になります。愛知パントブロックリカバータッチダウンを決めました。愛知6点獲得です。見事このパントリカバータッチダウンを決めることに至りました。愛知93番は浜谷、愛知学院出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイント決まりまして1点追加。愛知ゴールデンウィングス22点、琉球ガーディアンライオンズ0点。愛知キッキングチームの奮闘によりここでリードを広げることに成功しました。現在ツイッターの方でもメッセージをいただきました。画面上見やすいというのが幸いです。肉眼では現在フィールド上の選手の個々の状況が把握するのが難しい状況にありますが幸いカメラの方がそれが補えているということが救われております。できる限り齟齬がないように努めて配信していきたいと思います。
さあ、先ほどパントブロックタッチダウンを決めました愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。琉球、この状況打開できるでしょうか。この攻撃に注目しましょう。さあ琉球リターンに入ります。左サイドラインギアを駆け上がりまして自陣20ヤードを超えたところでアウトオブバーンズ。この地点からの琉球の攻撃となります。ガルボ様コメントありがとうございます。ご想像の通りになります。パントをリカバーしたのがエンドゾーンの琉球の選手であった場合は自殺点セーフティーという形になります。さあ琉球まずランプレーによりこの状況打開を図ります。さあランニングバック粘る。タックルを受けましたがセカンドへフォートで約5ヤードのゲインと書いています。見事な粘りを見せましたのはキャリア33番の選手だったようです。33番は中本、関西大学出身。言い換えますと自分たちで抑えてセーフティーとなりキックオフによってまた再び攻撃を譲渡する可能性もありました。選択としては難しいですがいずれにしましても失点という形には終わっています。キュービーサーク。ここで愛知ショットダウンフォーメーションからパスを投じようとしましたがこの間隙をついてディフェンスライン74番が猛ラッシュをしキュービーサーク約7ヤードロスと変えました。見事な出足でキュービーサーク決めました。愛知ゴールデンウィングス74番は先ほど番号変更がありました選手なんですがすみません、お名前をちょっと覚えそびれました。失礼いたしました。45番の山田司選手です。名古屋商科大学出身。さあ陣地下げられました。琉球サードダウン12のシチュエーション突破できるでしょうか。ここでイエローフラッグ、失礼しました、ホイッスルが鳴っています。オフェンスに反則がありました。ディレイオブザゲーム、遅延行為の反則です。オフェンスはプレーを開始するまでの制限時間が設けられています。この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退となります。琉球さらに5ヤード下がりましてサードダウン17の状況となりました。ボールオン自陣14ヤードの地点からの琉球サードダウン17。さあこれをランプレーによって突破を図りました。あえてパスの裏をつくようにランによって突破しようとしましたがしかしこれは愛知の壁にを突破するに至れずフォースダウンと変わります。ガルボ様の考え方も一つにあります。しかしいずれにしましてもこの時に攻撃をさらに許し得点を失点をタッチダウンを奪われた場合には合計9点の失点となるということになります。このリスクを避けるということもあったでしょう。またこのリカバーの際に負傷を招くというリスクもあります。これを避けた意味でもあそこで無理をしなかったのではないかというのが私の想像です。さあここでパントをしましたボールを愛知19番が見事に切り上がりまして相手陣30ヤードを超えたところからの攻撃とします。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ダウンの更新が至っておりませんでしたが先ほどはフォースダウンのパントでした。攻守交代となりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。
3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、愛知ゴールデンウィングス22点、琉球ガーデンライオンズ0点。攻守方向を入れ替えまして、最終クォーター第4クォーターに入ります。